も私はなんかこう綺麗事を言うつもりはないんですけど、勝つのがいいとは限らんのじゃないかなと私はちょっと思っております。なんかこう、あ、間違えたなんていうかな、すごい努力を積み重ねても報われへんことって絶対あると思うんですね。でもその時にこう、なんていうかな、途中で諦めた人よりかはこう死ぬ気でやって負けてしまった人の方が結局は最後こう笑えるんじゃないかなと私は思っております。努力して勝ち取った勝利と、努力したけど勝ち取れなかった勝利じゃない、努力しても勝ち取れなかった人、後からどっちが這い上がっていくかって思ったら私は後者の方じゃないかなと思って、なんかそんな感じでこう皆さんにも自分自身にも奮い立たせれるような応援ソングを作りました。最後は何クソという歌聞いてください。愛しくなった、自信になった。
がとうございました。さあ、あっという間の3曲でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。グランプリアーティスト村瀬真由美さんのステージをご覧いただきましたが、もう1年ですよ。1年早いですね。あっという間って感じでしたか。はい、もう昨日のことのようですありきたりやけど、でもね、昨年歌ってらっしゃった大人もまたグランプリアーティスト、ゲストアーティストとして今日歌って、あ、そうです ね、また違う心境で歌いました。あの時のことを思い出しながら、ちなみにね、このミオミュージックでグランプリを取って1年間の間に、なんかこれは嬉しかったなとか。そうですね、いかがでした。やっぱりライブのお誘いがこういろんなところから増えたこととか、あとこう路上ライブとかしてると、あ、ミオの人やみたいなミオミュージックの人やとか、あとはなんか全然連絡を取ってなかった昔の同級生とかがいきなり Facebook でメッセージ送ってきてくれて、なんかスクリーン見たよみたいな、頑張ってるんやみたいな、なんかそういうのが嬉しいですけどね。そうですね、今年はね、合言葉、初めてのアルバムも完成して、はい、アルバムライブも大盛況だと、はい、ありがたいことなんですが、今日 CD を、ね、はい、見ていただいて、新生堂さんありがとうございます。ありがとうございます。この後、発売を、販売をしていただけるということで、はい、あとフォトブックも、フォトブックもありますということなんですけども今日の記念ぜひサインをって言われたら、あ、全然書きますので。あ、そうですか。ぜひ今日ね、たまたま出会った方も何かの縁かもしれませんので、この後イベント終了後にあちらで、はい、はい、登場してもらって、またサインとかおしゃべりしてもらいますので、ぜひこちらの方もお立ち寄りいただきたいと思います。お願いします。さあ、今後の予定はどちらをチェックしたらいいでしょう。そうですね、いっぱいライブ詰まってるんですけど、一番来てほしいライブが2個ありまして、どっちも奈良なんですが、11月13日と11月18日は、特に11月18日はちょっと頑張らないといけないライブになってます。一応イベントブッキングっていうか、企画イベントなんですけど、はい、ちょっと憧れのアーティストさんと共演できる機会になりますので、ぜひともぜひお力を貸、ね、しください。このライブも楽しんでいただきたいと思います。村瀬真由美さんのブログも、はい、ツイッターもぜひチェックしていただきたいと思います。お願いします。村瀬真由美さん、素晴らしいステージありがとうございました。ありがとうございました。